どうも筋肉です。今日はですね、マサトさんとコラボさせていただくということで、さっきまでマサトさんのチャンネルの方でめちゃくちゃでかい肉を2人で完食してっていう動画を撮ったんで、はい、ぜひそちらの方もお前、1人でしか食べてないから完食はしてないよね。まあみんなでね、みんなでっていう動画を撮ったらね、ぜひマサトさんのチャンネルの方も見ていただければなと思います。はい、で、今回僕の方では前回コラボした時もそうですし、マサトさんと話す時毎回僕言ってるんですけど、僕が初めて憧れた人間がマサトさんなんです。おなるほど。中学生の時生き方が真逆だけどね全然違うけどね、生き方。いやもう、でも中学生の時に見始めてからずっと憧れて、こういう人になりたいってな。だからあのボディービルで全日本選手権で優勝した時まではその路線で行ってた。そこまで行ってた。そこまでは行ってた。俺と同じ。そこから変わったな。そこからダメになっちゃった。違う路線。そこからちょっとモテ始めて、モテ始めてメディアに出始めて、ちょっとなんか調子乗っちゃったね。ヨコピー。いやー、でも僕はこうやってコラボできて嬉しいです。もうマジで、ね、本当にありがたいです。まさか自分のね、憧れていた人とこうやってまた2人で話す時が来るなんて思わず。何を話すの？いや、僕がもう個人的に聞きたいこともあるんで、まあ、現役時代のお話とか、このマサトさんの生き方とか、この夢とか目標を叶えるための考え方、生き方、ぜひ皆さんに、はい、これ見ている人に伝えたいというか。なるほど。はい、で、僕はそれでボディービルチャンピオンまで行ったんで、本当にマサトさんみたいになりたいみたいな感じでやってた、救われた人間の一人なので。ボディービルのチャンピオンになるまではやっぱ同じ路線で一緒だけじゃん。また言ってるじゃないですか。そこまでは一緒じゃん。そこまでは。夢を叶えるところまでは多分俺と同じことやってたんで、うん、あ、そうなんです。もうでもね、人間っていい時とか儲かったりすると、うん、すぐね調子乗るんだよ。調子乗る。それで調子乗って、うん、このままそれが一生続くと勘違いするんだよ。そうやってダメだ人間は。はい、それが横川なんだよ。それが横ちんなわけよ。それでこそ横川チャンピオンになるまでは超努力してすげえ鍛えてさ頑張ってたじゃん、はい、わけじゃない、はいはい。でチャンピオンになってなんかテレビ出始めて、そしたらトレーニングやってたけど、なんかだいぶ調子こいてたよね。いや、それはまあもう皆さんご存知だと思います。もう皆さんご存知。モテ始めてさ調子乗って、うん、もう調子乗った時からこうその成功が崩れていく始まりだからね。なるほど。マサトさんはそれはなかったっす。あったよ。あったんすか。うん、初めてチャンピオンになったのが2003年で、はいはいはい、2回目にチャンピオンになるまで5年かかってるから。ああそうですよね、うん、2008、そう2003、2008、そうですね。だから横川がチャンピオンになった後メディアに出て、うん、はい、まあ、いろいろみんながチヤホヤしてきたじゃん。俺も2003年チャンピオンになったとその時期は来たわけ。なるほど。いろんな人にチヤホヤされて、 お金も入ってくるじゃん。はいはいはい。これずっか続くわけだと思うわけじゃん、はいはい、でもやっぱそうじゃないわけだな。うん、そこから俺と横川の違いは、俺はもう一発頑張ったわけよ。なるほど。5年かけてもう一発頑張ってもう一回チャンピオンに返り咲いたわけ。え、それはその2003年でその状況になった時に、うん、どんぐらいで気づいたんですか。あ、もう一回ガッとやらないと。もう一回チャンピオンになりたいなと思って死ぬ気で3年やったわけ。2004、2005、この2年はそこまでじゃなかったけど、はい、6、7、8でここは死ぬ気。あー、なるほど。ここは死ぬ気でやった、この3年。はい。で横川はだからあとだからもう一度死ぬ気で、さっきあの待ってない時に話したけど、はいはい、オリンピアとか、はい、アーノルドとか、はいはい、で初めて日本人でチャンピオンにならないと人生終わっちゃうなっていう感じ。なったらまた逆転できるよ。またマサトさんに戻ります。マンがこう全部一瞬で返しててマサトさんになります。なれるよ、だってパイオニアだもん。誰もなったことないじゃん、日本人で。マー君路線だ。うん。鈴木雅史さんはアーノルドのアマチュアでチャンピオンだけど、はいはいはい、プロはないわけじゃない。ないですね、はい。そこを横川がやったら日本人で初めて、はい、俺は K-1 で初めてチャンピオンになった人。あ、そうですよね、はい。そのボディービル界で初めて世界一になった男になれるわけじゃん、うん、はい。そうですね。そしたらもう金は後からバンバン入ってくるぜ。これそういうもんだなって。なるほど。名誉を取ったらお金は後から勝手についてくる。なるほど。そう、先にそっちか。
そう、前回は日本の頂上を見たでしょ、うん、じゃあ世界の頂上を見に行くと。なるほど。現役の時の話とかをお聞きしたいんですよ、僕は。おみんなも知りたいようなところとか、はい、で今すごい体されてるじゃないですか。今どんぐらいのトレーニングしてるんですか？週4で胸、背中、足、肩。おお、あ、じゃあ結構もがっつりやってるんですね。で、あの、有酸素やめた。昔やってた。あ、やってました、はいはい、やってました、やってました。走んないと太るのかなと思ってたけど太らないから、うん、走るのやめたから筋肉ついた。あー、なるほど、はいはいはい、うん、全部そっちにトレーニングでガッとやりましてね、うんうん、あ、週4もやってんすね。週4じゃあもう結構がっつりっすね。もうがっつり、うん、そうか、週4か。食事は気をつけてます？食事はもう全然、あの、タンパク質多め。あ、じゃあ、じゃあ炭水化物多め。うーん、朝昼がっつり、夜は毎日酒飲んでるから。あー、はい、夜はそんな食べないね。へえ。その今こんだけ追い込んでやって、うん、食事もいろいろやったりとかして、うん、でなんでやるのかなってすごい気になって。てか追い込んでるつもりが全くない。あー、一番いいかもしれないです。楽しいことやってるしか、はい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 、だから筋トレも、うん、コンテストとか出ないじゃん。はいはいはい。コンテストに出るってやっぱりさ、それはもう苦しみに変わるじゃん。はい。これ楽しみくらいのさ、健康といかにこうかっこよく入れるかっていうことを大事にしてるから。なるほど。だからやっぱコンテストに出るとやっぱりもう勝負だからさ。なるほどな。つまんないじゃん。はいはいはい。つまんないし、あ、うん、今日も筋トレやだなとかさ思うわけじゃん。でも別になんか朝昼食べたいものをお腹いっぱい食べて。やっぱもうずっとかっこいいマサトでいたいっていう。あの、俺決めたのことがあるの、現役時代引退するとき、はい、選手の時よりいい体を作るって俺宣言してるの。へえ。それやってるわけよ。選手の時より今のがいい体してんじゃん。はい、確率全でかいしというのをやってる。へえ、そうか、そうなんすね。そう。いや、まあ現役の時のお話なんですけど、はい、あとちょっとだけお聞かせしたいんですか？お聞かせしたい。お聞きしたいじゃなくて、お聞きしたい。俺に聞かせたい。はい、お聞きしたいなんですが、はい、まあ多分いっぱい聞かれてきたと思うんですけど、一番パンチが強かった選手と一番蹴りが痛かった選手聞きたいです。パンチが強かった、はい、まああんま面白くないけどね、それね。え、俺めっちゃ聞きたいですけど。あ、そう。俺めっちゃ聞きたい。あ、でもね、聞きたいです。キシェンコ。おお、そうなんすね。でかいもん、あれ。あー、体がでかいですもんね。うん、試合の時89なんだ。76試合でしょ。あ、キシェンコ。そうなんだ。キシェンコパンチあったね。でもなんか前クラウスも、クラウスも、うん、で, でもあれは俺が若かったから。あー、はい。ディフェンス技術がなかったから。おー、なるほど。直でもらってたんだけど、はい、キシェンコの時は技術があって痛かったから。おー、ガードしてても、うん、キシェンコ、これ言ってます？キシェンコ一番パンチは多分キシェンコ、キシェンコって結構言ってます？あんま言ってないからね。キシェンコ、俺結構めっちゃおーってなってますよ、うん、あ、そう、キシェンコか。でもクラウスの一番最初もあったけどね。じゃあ蹴りは、蹴りはローキック一番痛かったのは武田浩三さん。うわうわ、あの人のローキックめっちゃ痛かった、はい、でもコヒは武田浩三さんと俺とやってて、うん、俺のローキックの方が痛かったっすか。へえ。ということは間接的に俺が一番強いじゃん。一番痛かった。一番強い。そういうことになるな。一番強いじゃん。それを食らって耐えたじゃん。いやいや、あの時だけなんとか。ここら辺に出しときなよ、あれ。あの、結構再生点数っすよ。いや、あの時だけもう痩せ我慢っすよ。次の日からもう何にもできなかったんですから、俺。結構何発も蹴ったもんね。あと左のボディーブローね。いや、怖かったっすよ、もう。だから前日俺、激辛ロケであれ入ってたんですよ、前日。そうで入ってマジで、まあ、たまたま母ちゃんが家の近くに住んでたんで、母ちゃんが来てくれて、もう本当に動けなかったんで、大丈夫かって明日仕事はって言って、明日はマサトさんにお腹殴られる仕事して、お前大丈夫なのかって。それでなんと、でもめっちゃきつかったっすよ、そりゃ。いや、でもそっか、武田浩三選手か。そう、そうなんだ。でもだって言って65戦ぐらいし、65戦、ね、63戦、63ぐらいですか。やっていろんな選手とやった中で、うん、武田浩三選手が一番強くて、ローキック痛かった。ローキックめちゃ痛かった。でそれこそブアカオ選手とかブアカオとかはやっぱテクニックの選手だから。ああ、なるほど、うん、
そうパワーがあるやつが一番強いわけでもないよね。なるほどなるほど、うん、やっぱね強さで言うとやっぱスピードがある人、速い人が一番強い、パワーがめっちゃあるっていうより速い人、速い人、うん、俺もなんか速かったんだもん。いやめちゃくちゃもう速かったんす、存じまう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 、だってほらメイウェザーだって一番速いんだもん。あーなるほど、だから負けてないんだ。え、じゃあそのマサトさんが思うこの人速かったなみたいな、この選手速い、速かったのはあ、でもキットとかも速かったよね。あー、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、そパンチの速さ、ユースとかね、あ、はい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 、ユースとか速かったよね、6秒KOぐらいの記録持ってる、うん、パンチの速さ、俺がパンチ速いからさ、いや、存じま、存じまです。じゃ自分の方がパンチ速いと相手のパンチの速さそんな感じないわけよ、こっちの方が速いから。ってことはマサトさんが一番速い、用意飛んで打ち合っても、はい、パンチの速いやつの方が当たるから。あー、なるほど、はいはいはい、打ち合いで速いやつが当たるの、はい、当たる、うん、あ、なるほどね。ってことはマサトさんが一番速い、俺は速かったよ。キットの速さって踏み込みの速さだった。あー、なるほど、踏み込みのスピードが速かった、体の動くそうそうそうスピードが、そう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 、ハンドスピードとかというまた別のもの、またあそこも違うんですね、いろんな速さが、そこも違うんだ。あ、いや、俺結構めっちゃ聞けて嬉しいっす、今の、うん、いや、嬉しいっす、だって俺、マサトさんの DVD も買ってますから、僕、ほんと。マサト伝説。でも俺の中国は全く聞き入れてないから。そんな尊敬するマサトの中国を、こんな近くでアドバイスしてるのに、全く響いてない。いや、響いてます、もう、ほんとに。もう毎回、そうだなって思い知らされてます。じゃあ、今後の目標が決まったわけね。あ、決ま、一応、はい、決まってるんで、まあ、それはいつかお話していけると思うんで。で、最後、うん、マサトさんの、はい、まあこれ見て視聴者の人とかも何か目標があったりとか、こういう夢叶えたいとかたくさん皆さんあると思うんですけど、はい、それを叶えるためのマサトさんなりの、まあ、生き方というか考え方というか、僕はマサトさんのブアカオ2戦目の時の一番辛いことをやるのが一番近道っていうのをずっと思いながらやってた。そこの言葉をずっと人生の教訓というかあれにしてきた。違ってねえし全然やってない。チャンピオンになるという目標を達成するまではそれでやってて、その実際にやってこられた方のなんか、いやでも若いうちはやっぱそう思ってたよね。やっぱりこう一番辛いことをやるのが一番成功ですよ。ただやっぱこうね、大人になるとね、はい、効率よく効率よく吸収するという、いろいろ効率よく、はい、うん、効率よくやっぱ吸収するためにはさ、はい、まあ、やっぱさ今筋トレやるときにさ、はい、トレーナーみたいな補助をつけるわけですよ、はいはいはい、お金を使うわけじゃん、はい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 、お金使うってことが大事なのよ。なるほど、だって俺一人でやっぱトレーナー3人自分で抱えさせた。なるほど、うん、はい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 、でやっぱバックアウトやる時のタイからスパーリングパートナー自分で呼ぶ必要、うん、ああ、はいはい、お金投資するわけ、はい、だからやっぱそういうのやっぱこう大事だし、うん、やっぱ勉強をするのもさ、やっぱお金払って、お金払わないと覚えないんだよ、はいはい、ああなるほど、投資をする、ある意味自分に投資というか株っすか。いやー、まあなんかこう自分一人で自己流には限界があるみたいな、筋トレもそうじゃない、そうですね、そうでしょ、いろんな人の聞いていろんな人の見てテクニックがあるわけじゃない、はいはいはい、うん、うん、でも横川も日本チャンピオンになってるんだから、やっぱ日本一の技術を持ってるはずなんだよ、はいはい、絶対にありますね、はい、うん、でも昔そのチャンピオンになられた時とかはとにかく辛いこと、辛いことだから、まず若い頃走るの嫌だったのよ、はい、ロードワーク、え、めっちゃ走ってるイメージでしたけど、 それはだから一番嫌だったからやつ、はい、一番走るのが嫌いで、はい、だから走ったわけ、はあ、なるほど、うん、一番嫌いなことやったの、へえ、だからめちゃくちゃスタミナあったじゃないですか、うん、もう最後までバテないじゃないですか、いつも、うん、でも本当はあの若い頃はそんなにしたくなかった、はい、本当はとにかく走って、まあ、一番辛いことやって、はあ、だからもう24時間やっぱ格闘技のこと考えてたね、ああ、はい、それボディメイクと一緒よ、うん、そんな、はいはい、で体作るのってさ、あのトレーニング、はい、食事、はい、休息、この3つでしょ、はい、だからこれ格闘技もそうよ、トレーニング、うん、食事、休息、うん、であとは
相手の研究、はいはい、だからそうするともう24時間格闘技のことになっちゃうよ。トレーニングしたら2時間、うん、食事1時間ぐらいです、はい、あとはね、あの休息の時間だからね、はい、だからもうベッドの上にいる時間がめちゃくちゃ長かったもんね。あー、そうなんですか、うん、練習中もそうでしょ、ベッドの上。いや、もうそうっす、まあ、大会の時は確かにもう毎日、同じ毎日で外に全く出ないし、うん、やることだけやって、あとはもう疲れちゃうからもうベッドの上にいるでしょ。はい、大会のことだけ考えてみたいな、うん、そんな感じのことをやってて。あー、でもそれをそれだけさ、基本だから横川も日本チャンピオンになってて、はい、24時間ボディービルのことやってたでしょ、はい、そうでしたね、はい、でも好きだからできるんだよな、これ。うーん、これ違うことでそんだけパワー使えるかって言ったら意外と使えず難しいし、難しいですね。あともう、はい、もう一個使える場面はもう崖っぷちに倒された時、うーん、やらなきゃいけない時は人間やれるわけよ、はいはい、で今の借金ではまだそこまで行ってないわけ、はい、まだまだまだ崖口立ってない、だ余裕があるじゃん、ま、そうですね、まだ崖いますね、普通に、うん、だからもうやばいという、もうこれでやらなきゃ。でも30ぐらいそろそろ思う頃だけどね。じゃあもうちょっと借金増やして崖の崖口行った方がいいっすね、これ。もう落ちるよ1500万ぐらいまで行ってもう本当に崖落ちるぐらい、やらなきゃいけなかったやるしかないわけじゃん。なるほどな、うん、いやまあ一番、まあ、俺もだから格闘技で成功するしかないと思ってるのがやっぱ強い原動力だよね。それでこれで絶対成功するんだ。で横川が成功するのはもうボディビルしかないから。そうですね、間違いないです、うん、はい、いや才能はやっぱめちゃくちゃあるな、マジで。俺結構もう一マサトさんファンとしてはパンチあったのキシェンコって聞いたの聞けて俺すっごいすごいです。俺一番嫌なの公演とかやるのよたまに、はいはいはい、公演でこういろいろ話すわけ、はい、で話して最後にちょっと質問受け付けるのね、はいはい、そこでもらう一番嫌な質問が、うん、今まで戦った選手で誰が強かったですかって言われる質問が一番嫌なの。俺が今この1時間話したところでその質問ですかって全然響いてないじゃんと。俺それが一番嫌な質問で、お前そのタイプだわ。いや一番最初にしましたもん俺。全く俺の言ったことを響いてないな。いやもう、いや何回も動画見ます、自分でもこれを見て何回も噛み締めます。いや僕はもう一ファンとしてめっちゃ嬉しかったさ、聞けて。あ、そうなんだっていう気になりました。いやもう時間ないよ、うん、はい、もう終わります。もう違う違う違う、君の人生あ、僕の人生ですね。まあ30だったらまだ可愛げあるけどさ、うん、40だったら可愛げねえからな。厳しいっすね。40なって実家暮らし借金持ち、それはもう全然可愛くないし誰も手を差し伸べらんないよね。頑張ります。30ぐらいが限界じゃねえか。頑張ります、これから。すいません、これから、はい、借金返します。まず死ぬ気で、はい、頑張らせていただきます。意外に死ぬ気でやったらなんとかなるもんだよ。そうっすね、はい、死ぬ気で返します。すいません。いや、ありがとうございました短い、あ、長い間。時間がない中、ありがとうございました。なんか少しでも、見てる皆さんがね、バイクのバイク似合いそうじゃん。バイクの免許取んなよ。僕、免許持って、俺自転車とかの事故るんですよ。自転車はなんかバーンって、なんか事故、自転車で事故っちゃうの君。事故るです、なんかよく壁にバーンってぶつかったりするか。そうなの。そうです。やっぱボディビル、もうそれしかないよ。もうこれしかできない。それしかない。これだけやっていきます。いや、これでね、少しでもなんか目標を叶えたいとか夢叶えたいとか思っている人になんかためになったらいいなと思って。他の人じゃなくて君だから一番やんなきゃいけない。この向こう、このカメラの向こう側の人じゃなくて君。僕もいや、君。一番君。僕が僕のために動画を撮りました。そう僕のために。いや、でもありがとうございました。貴重なお話を、はい、ありがとうございます。じゃあ来年なんかあるのね。来年出ますので、よくは復帰、はい、はい、そのうち発表すると思うんで、はい、はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。上げる人も